旧スマートセンター現在は別会社のオフィスとなっている。スマートは、ドイツベーブリンゲンを本部とし、主に小型車を製造、販売する自動車メーカー、また同社が製造、販売する自動車ブランドである。ダイムラー AG の完全子会社。製造拠点は、フランスモゼル兼、ハンバッハにある。 2016年度の日本での新規登録台数は4508台である。スマートは二人乗りのマイクロカーを生産、販売することを発案したスイスの時計会社スウォッチがダイムラーベンツをパートナーとして開始された自動車事業である。スウォッチは当初小型車を得意とするフォルクスワーゲンとの提携を機としたが実現せず、 自動車事業の経験がないスウォッチと小型車市販の実績がないダイムラーベンツという組み合わせでの企画となった。1994年、ニシャゴーベンにより MCC が設立され、フランスモゼル県ハンバッハには製造工場が建設された。1998年、オリジナルモデルであるシティクーペが発売されたが、走行中に横転する問題が発覚し、 設計を根本的に改善するために多額の費用がかかった。この際、ダイムラーベンツの出資比率が設立時の51%から81%にまで引き上げられている。設立以降、スマート事業は12年にわたって赤字が続き、創始者であったスウォッチは完全に撤退した。2006年末までの損失の累計は36億ドルに、 達すると報告されており、ダイムラー AG 自体も事業から撤退するのではとの憶測が絶えなかった。苦境のさなか、2007年春には、フォーツーがモデルチェンジし、第二世代へと移行した。他方、消費者の間でガソリン価格の高騰と地球環境への配慮から低燃費車志向が高まり、小型車の需要が見込まれている現状にある。このような情勢の中、 2007年度にスマート事業はようやく黒字へ転換2008年度も黒字となった2008年1月にはこれまで実現していなかったアメリカでの正規販売が開始された米国向けのフォーツーは衝突安全基準を満たすために全長が約1 5トル延長されており販売価格は11,590ドルとなる安全基準は 他のメルセデスの車種と同水準のものが適用され、小型車でありながら、大型車と同様の衝突安全性を誇る。2014年10月にルノーとの共同開発となる第3世代が登場。車台やエンジンは3代目、ルノーとインゴと共通化されており、その影響でトレッドが大幅に拡大されている。二人乗りのフォーツークーペ、フォーツーカブリオと、 4人乗りのフォーフォーがラインナップされている。日本市場では2015年10月28日に導入が発表され、フォーツークーペは同日より発売を開始した。フォーフォーは2016年1月より発売。その後2016年8月にフ4ー,ーカブリオの導入が発表され、同日より発売を開始した。 イメージキャラクターとして、相葉正樹が起用された。2019年3月にダイムラーとその、筆頭株主の石膏吉都市空港集団は、スマートの事業に接班出資して、電気自動車を販売することを発表した。スマートの名称は、創業時のパートナーであった、スウォッチの S とメルセデス・ベンツの M に、芸術を組み合わせ、英語のスマートにかけたものである。 ありがとうございます。